湘南ベルマーレ公式 YouTube チャンネルご覧の皆さん、こんにちは。湘南ベルマーレフロントスタッフの伊賀元気です。ということでですね、本日はファンファンコーナーボックストークをお届けしたいと思います。早速本日ご参加いただく選手をご紹介します。岡本選手、瀬川先生、お願いします。よろしくお願いします。ボックスからね、質問結構入ってるんで、そこ引いていただいて、まあ、それぞれね、その質問に答えていただくという、本当にもう簡単なコーナーでございますので、しっかりとね、向き合って、自分向き合って答えていただけたらと思ってますので、よろしくお願いします。何かありますか？最初に何か伝えていくこと、瀬川選手とか、何かサポーターの皆さん、何かないですか？意気込み的な意気込み、行っちゃえな、いいですか？はい、じゃあギリギリラインまで。わかりました。いただきましたでしょうか。ギリギリまでいただくということで。じゃあ俺が。俺が。じゃあ早速では岡本選手、ボックスの質問1枚引いていただいて、カメラに見せていただいて。はい、はい。まずはアニメの登場人物で生まれ変わるならだね。アニメの登場人物で生まれ変わるならだね。結構幅広いですよね。ちなみにお二人アニメとか漫画とか見ます？瀬川選手とか。まあ人気なやつは見ます。人気なやつワンピースとか。ワンピース、でも続かないんですよね。続かない。アクションなのかな。いや単行本だと開いちゃうから、はい、あ、はい、内容忘れちゃって続かないですね。ジャンプとか、みんな読まない。読まない。じゃあ、あんまり見ないのかな。見ないですね。小川選手は。僕めちゃくちゃ見ます。見るよね、見る顔してるもん。やばすぎる。ずっと見てそう。じゃあちょっとあんじゃないですか、先にじゃあ岡本選手いきますか。何誰ですか。誰、まあいろいろ幅広すぎる。なんかアニメを言ってくれたらね。幅広すぎる。じゃあ絞ろうか。ああ、そうそう、絞ってください。何個か絞りますか。はい、じゃあ1500%だったら。あー、いいね。世代が分かっちゃう。読みました。しっかり読んだわ。あれはもうバイブでしょ。僕ら。じゃあ、じゃあもう普通に王道でいきましょう。まずはワンピース。ワンピースだったら、どのキャラクターになりたいですね。なりたいか。ワンピース。いっぱいいますよ。ルフィ。ゾロ。いや、俺、ゾロ。ゾロ。ゾロ、うん、なんさすかすやん。いや、かっこいいじゃん。かっこいいよ、かっこいいよ、ゾロ、ね、うん、シンプルにかっこいいから。うん、剣とか振りたい。渋いね。確かにね、ゾロね、振りましたよね。確かに。瀬川選手、ゾロを言われたら、うん、どうしよう。だちょっと、寄り的な三次っぽいですよね、髪とか。あ、ね、マジで三次が良さそう。超好きじゃん。だってそうじゃん。やめよ。ギリギリの、ギリギリの、ギリギリや。三回。でも生まれ変わるならハンコックとかがいいっす。ああ、逆にね。まだね。めっちゃドエロやね。うん、めっちゃいいとこ行きたいっすね。グラマンスだね。うん、絶対モテるじゃないですか。確かに。でも別にハンコックにならなくてもね、表になられる。まあ。じゃあね、ハンコックと、ゾロ。もう一個何がいいですか。あ、もう一個。やっぱ、クレヨンしんちゃんとか、結構みんなそれ見てたでしょ。見てない。絶対見てない。あ、逆に見て育ってない。見てる。大体網羅してるやん。しんちゃんは見るやん。全然見てない。幅広いから、俺。しんちゃんすごすぎた。じゃあ、ハンターハンター。見てない。見てねえか。ハンターハンターは見てないの。やばいよ。やばくない。見てない。全然見てない。いや、見てんの。いただいていいですか。このアニメ。このアニメだったら見てますみたいな。テニプリー。まあ、テニスもね。そっちね。ホイッスル。おお、見てます。多分ね。ワンピースと、他に。キングダム、ちょっと途中まで行ったでしょ。
途中まで途中まで途中まで。だから単行本が切れちゃったらもう見なくなっちゃう。一回やめちゃうね。そう切れちゃうと、うん、内容忘れちゃうの前巻の。あとあれ鬼滅でしょ。いや見てほしい。鬼滅の刃でいいよ。鬼滅の刃まだまだ全然割り割りになってますからね。どうですか。やっぱ炭治郎。炭治郎。炭治郎でしょ。炭治郎。あとは煉獄さんでしょ。あ煉獄さんね。煉獄さんなんじゃない。確かに煉獄さんね。あでも俺はあの鬼の鬼好き鬼好きかな。あの、うん、何とか上限の博多。あそうそうそう。ああ赤田いいやつ。卑怯やね。強いね。逆にね、鬼派ね。鬼派、うん、確かに鬼派いいよね。でも俺 あれ好きっすよ。うずい、天呼ばれな感じですね。そう、奥さん、3人いる人。そっちじゃん。めっちゃ見てるな。なんでなんでもやってるよね、セガ選手の。ちょっとその思考がアニメはちょっとそのくらいしてみましょう。そのくらいにしましょう。まあ、スケじゃねえから聞きましょう。ああごめんなさい。試合前はどんなものを食べる？ああいいじゃないですか。前日当日。あなんかありますこれは必ず食べてます。チョコ。チョコ。おおいいじゃないですか。なんかこれは甘いもので。ノー。なんか試合の移動で、うん、なんか口寂しいからチョコ食べる。移動口寂しいよね。いやですよね。そうそうそう。移動口寂しい。バスの中で。そう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 。なんかね。食べたいけど、そう我慢しなきゃいけないから、まあ一つだけ。なるほどね。あ、チョコ一つ。あ、あの一つの箱。箱。あ、結構ね。行く行く。12粒ぐらい行くってことだよ。出す。確かに。そう。もう結構行くね。あの止まんなくなっちゃうやつだよね。確かに。あ、チョコね。あ、いいです。ウォーマン選手。俺？うん。絶対変なの食べてる。いや、そんな変なの。それ、うどん、うどん。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 安牌やん。安牌って言って。だから、今、すいません、移動中にね、ちょこっと。あ、そうそう。ちょこだけにね。ちょこだけに。ちょこだけに。みたいなね。なりましたけど、移動中の。移動中、我慢。我慢？うん。あ、好きだ。食べない。我慢とか食わない。食べない。もう、水分。水分。すごい。プロです。それのこだわりもある。俺もこだわり人間だ。いやもうやばい、もう練習中飲んでる水も色違うもん一人だけ。いやいや、こだわりだす切れない説もある。そうそうそう、やっぱり。でもそこもチョコでしっかりフォーム入れてっていうパターンもあれば、何も食べずに水分だけ、色違う水分。たまにおにぎりぐらい。あほら、おにぎりだもん。おにぎりなんだ。グワグワグッグシャシャ。鮭のおにぎり。鮭がね。あ、やっぱこだわりもあるんですね。その好きに好きなもの食べる。ああ、奥さんが作ってくれたら、それを食べるけど。うん、あ、奥さん、ご結婚されてる。いやいやいや。ああ、されてました。ここ来てから結婚してなさそうってめっちゃ言われるんですよ。ねえ、なんかそんな雰囲気してなさそうだよね。マジで。なんか豪華してそう。めっちゃ。でもね、しっかり結婚してますか。奥様が作られた。そう、当日は絶対肉巻きおにぎりです。へぇ、いいっすね。そうこだわりがある。そうで、それオーダーして肉巻きでっつって。いや、勝手に出てきた。そう、いつの日かから。そう、肉巻きおにぎり。勝負飯的なね。そう、そう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 。そんな顔すんのにいいか、勝負飯的な。当日は当日も、あ、当日もうどん。うどん、あうん、もうほんと消化にいいものしか食わない。米は食わない。米も食う、おにぎり。あ、おにぎり。具は？具は？具はシャリ。シャリ。食べれない。あ、梅干しも食べるから。梅干しも食う。うん、まあじゃあ、結構こだわるの。あとこだわる、あんまりそんなにもう自然体でいるっていう。あ、結構じゃあ、両極端ですね。はい。うん。もういい感じで、いい目がする。そうかも、そうかも。ね、そうかも。じゃあ、ちょっと、うん、好きな季節。ああ、好きな季節。春の作業。秋。秋？秋、俺も春か秋。夏じゃないですよ。僕はもう夏？もう一択。一択。まだしか印象にいるとこだからね。いや、そいやマジで春かも秋。夏は？うん、夏ね、ちょっと暑すぎる。そうそうそう。あ、まあまあ、そういうのがね。汗かくから。まあまあ、ね。嫌です。あ
せっかくおしゃれしてんのに汗かくのも嫌だ。休みだったら夏すごいいいね。あ、確かに。だって街で出会すごいじゃん、みんな出してさ。確かに。ここ裸で歩いてても全然さ。全然もう違和感ゼロですよ。そうなんだ。茅ヶ崎とかもすごいよ。あ、そう、うん、全然。逆に服着てる方が、え、なんで着てんの。ないでしょ、それはない。それはない。それはない。え、駅前でも駅前が行き過ぎ。駅前が行き過ぎ。もうちょっと海じゃない。もうちょっと海寄り、うん、ちょっともう行ってほしいね。テラスボールはきつい。あ、もうダメだね。線路渡っちゃったらもう絶対無理。あ、そうか。まあでも、結構すごいよ。へぇ、ね、うん、そうか、初めてだよね、そう、星が。そうなんだ。サーファーしかいないよね。そうだよね。うん、多分サーファーで海に入ってない人も多分サーフボード持ってジョーラでいいよ。そのくらい多分雰囲気楽しんでるだけで楽しみますよ。言うと思う。なるほどね。じゃあ春秋で、なんでですか。暑いから、ね、夏過ごしやすいから、うん、シンプルにね、うん、ちょっとおしゃれ楽しめるようになる。ワード的におしゃれっていうなんか出ますけど、なんかおしゃれ番組的なっていう方に今寄せてってます。確かになんか独特だよね。独特でしょ。独特。だからレイソルの時はもう4年もいたから、やっぱこうどういう服着てて服が変わっていくみたいな過程も全部バレてるから。ああ、なるほどね。そう、背が空くから、そう、どういう服変わってった、ダサい服からちょっと俺ちょっと変わってきたんじゃないのみたいになってるのも全部わかってるから、成長してってるってこと。そうそう、今だからおみたいな。ああ、じゃあ成長しきった段階で湘南に来たもんね。そう、で、てっぺん来てんだ。そう、そう、もう一回、もう一回行きたいから。もう一回ね、絶対毎日、うん、私服できてます。おー、ジャージとかじゃなくて。そう、確かに、確かに。でしょ、今日もヤマトに言われてたもんね、朝に。そう、性格いつもと違いますね。見られてるね。見られてた。見られてるね。なるほどね。あ、いいじゃないですか、これは。おしゃれ楽しみたいからこそ、春秋ぐらいがいいかな。で、春は花粉症がひどいから、ああ秋がいいです。なるほどね。おしゃれ番組ありがとうございます。じゃあちょっと次行きましょう。ボックス。遠征のホテルでの過ごし方。いや、遠征のホテルでの過ごし方。はい、部屋。お部屋ですね。お部屋で過ごされてる。部屋の過ごし方。一夜でね、あのナイターゲームとかでしたら結構長いですよ、ホテルね、時間。もう絶対こだわり強いから、じゃあ俺から行きます。ああ、そうそう。お願いします。ギリギリまで寝ます。おー、逆にね、疲れをもう何もフラットの状態するとか。寝れないなら、うん、映画見たりドラマ見たり、うん、もうほんとベッドから離れないです。なるべく体を動かさずにもうフラットの状態にしとくと、体をね。そう、なるほどね。それもこだわりですか。何も考えないです。あ、逆にこだわってる気がするけど。あ、ほんとっすか。うん、何も考えない。でもたまにナイターとか時間あったら、うん、少し日浴びに行きますけど、暇すぎたら散歩してね。そうっす、ホテルの周りとか、ね、そうっす、うん、まあ、でも結構大きいんじゃないですか。そんな感じです。羨ましい。どうした。俺もそういう性格で生まれたから。というと、じゃあ小川選手のホテルの過ごし方は夜の試合ですか。まあまあ、ナイトゲームの状況で朝いつもの時間起きて、うん、朝飯食べて、食べますね、体動かし、うん、もう、ちもう分かんないもん、俺には。体動かすんでしょ。体動かす、体動かす、体起こして、昼飯食べて、うん、で、ちょっと普通になんか、まあ、テレビ見たり、ニュースして、30分だけ昼寝して、うん、30分で、起きて、まあ、準備して、試合中とかあるじゃん、うん、なるで、行くみたいな。いや、すごいよ、プロだわ。すごいね、すごい。すごいすごい。その30分だけ寝るみたいなのも、なんか自分がずっとルーティンしてきて、そこに気づいてみたわけ。うん、そうですね。じゃあアラームかけるんですか。アラームかける。30分だけセットして、うん、もう目閉じて、寝なくても目閉じて30分間脳を休ませてんだ、30分間。はあ、で、起きれるんですか、寝てたら。起きれる、全然。あ、30分間って。すげえ、すごくない。すごいわ。それが一番の今の中での自分の中のルーティンなんだ。うん、そうっすね。まあ、ちょいちょい変化してきますけど。まあまあ、そういうもんですからね。うん、これがどんどん。でも、セガ選手はもう、ぶれずに、もう行く。その時に、その時決めます。ああ、その時その時の。そう。いいな、それいいな。ずっと寝てみようかな、俺も。
いやでもルーティーンってもう怖くて寝れんもん。そうだよね、絶対そう、ルーティーンあるでしょ、そうだもん。でもさ、それで初めてなんかやったことがさ、意外に調子悪かったなったら、それがもうそれなるかもしれないね。でもそれで調子悪かったらね、そうだよね、もうダメだね。そうだね、確かに。じゃん、10年後どうなっていたい。10年後、おお、いい渋い質問だね。今お二人はおいくつでしたっけ？27、28、9じゃないですか。8になったんですか。僕8です。あ、9の年ですけど。9の年か。はい。早生まれなんで。ああ、そういうことか。28。じゃあもう40前。40前ですか。40ってやばくね。やばいね。30前でもやばいねんな。本当だよ。でもサッカーしてたい俺は。おお、いいじゃないですか。いいじゃないですか。現役でサッカーしてたい。現役でサッカーしてたいです。うん。30後半。30後半。まあ、いますからね。そう。サッカーしてたい。いや、俺はいいや。いや、ね、できないと思う。あと10年同じルーティンしてるけど。ああ、俺も。心が持たんかもそれはもたんわ。それはもたんわ。10年後はルーティン変わってずっと寝てるかもしれない俺がめちゃめちゃガチガチのルーティンしてるかもしれない俺はいいですねその変化を見たいですよ。あ、じゃあ現実的でじゃあ逆に具体的なんかありますか。 10年後だったら結構まあ見えないこともありますけど多分ね。いや全然わかんないですけど、うん、とりあえず、まあ、サッカーには関わるんだろうなと思う。へーきっと何かしらね。 そっちなんだ。あとまあ何だろう、あと地域貢献はやりたい。怖すぎ、すごいぞ急に。やばい、怖すぎ、すごい。こういうとこで出してこう間違いない。そうやってね、うまく地域貢献ね、まあ大事だよね。まあ今もやってるけどこれをなんかこうさらにさらにやっていきたいな。まあ、サッカー選手だったからこそできることたくさんね、うん、あると思いますからね。じゃあ10年後は10年後もっとさらに拡大して。もうスパイク作りたいですね。こだわりの。そう、自分のスパイク、自分でスパイクのブランド立ち上げてみたい。はい。最近思う。そういう意見。すごい。すごくない？面白いね。面白いよね。面白い。だってもう今ナイキとかアディダスとかも鉄板な企業が、スニーカーブランドが。ニューバランスとかが出したりじゃないですか、はい、うん、ちょっとなんかスパイクブランド行きたいなって。面白い。面白いですよね。面白いですよね。でサッカー選手だし、もともとサッカー選手、ね、アパレルとかに行く人は、ね、結構いますけど。確かに作ってみたいんですよ。こだわりないくせにね。こだわりないだからいいのよ。そう、ね、何でも対応しちゃうよって。なんか新たな、なんか革じゃない、なんか新しいの作ってしまう、ね、確かに。まあね、なんだろうね、いいな、おしゃれなの作ってる。あ、いいね、いいね。バカおしゃれな渋いやつ作りました。そういうの規定します。なるほど。ちょっと夢膨らんじゃいますけど、それでは、まだ聞きたいところありますが、最後にですね、カメラに向かってですね、サポーターの皆さんのね、それぞれメッセージをいただけたらなと思いますので、まずはじゃあどっちがいきますか。瀬川選手がいきますか。じゃあサポーターの皆さんにメッセージお願いします。まあ、開幕からあまりまだいい成績を残せてないですけど、まだ始まったばっかりだっていうふうに捉えて、いい意味で、5位以内入れるように、毎日刺激的な練習はできていると思うんで、しっかり楽しみにして応援してもらえたらと思います。お願いします。ありがとうございます。続いて岡本選手。そうですね、まあ、もっと毎試合毎試合自分たちらしさを出さなきゃいけないと思うし、湘南らしいところをやっぱり皆さんは、期待して見に来てくださると思うので、そういう部分をしっかり大事にしてピッチで表現することをプラスアルファ、新しいものを見せていけるように日々、全員で練習励んでいるので、次の試合も期待して見ていただけたらなと思います。頑張ります。ありがとうございました。以上、湘南ベルマーレ公式 YouTube パンパンコーナーボックストークでした。ありがとうございました。